九州電気軌道66系電車は、かつて九州電気軌道が所有していた路面電車路線である北九州線向けに製造された電車。九州電気軌道で初めて構成車体を導入したほか、主電動機の出力など以降の北九州線向け電車の標準となる要素を多数取り入れた形式である。66から69までの4両を60系。 それ以降の16両70型と呼ぶ資料も存在する。1911年に最初の路線が開通した後に西鉄北九州線と呼ばれることとなる九州電気軌道の路線網は北方線を除き1923年までに完成した。これに伴い必要となった車両造備分として製造されたのが66系である。九州電気軌道で 初めて構成車体を採用した形式で内装を含めた車体全体が構成であり組み立てにはリベットが多用された。屋根の構造もそれまでの二重屋根から丸屋根へと変わり、引き戸式の上高扉も両側面の前後2箇所に設置された。また、手電動機の出力もそれまでの、37. 3 7 3ットから4 5ットへと向上し、 川崎車両によって製造された76から 2E 型台車も車輪径を 660mm とすることで従来の車両と比べ床上高さが低く設計された。車体設計など一部を除いたこれらの仕様は以降長期にわたって導入されることとなる北九州線向け電車の標準となった。1929年から1930年に かけて20両が製造された66系であったが、すべての部品を構成とした車体は、設計よりも重量が増え、横張りに問題が生じる事態となった。そのため、1936年以降に製造された、造備車である100型は車体を反構成に改め、66型についても1950年に重量の内装を、木製に変更する改造が実施された。一方、 同時期に状態不良であった残りの重量については、新潟鉄工所や川崎車両で製造された、反抗性の新たな車体への交換が行われた。雨戸よ、屋根状に移した張り上げ屋根や、従来の車体よりも面積が拡大した窓など、整ったデザインは、利用客から評判を呼び、同年以降製造が始まった600型にも、ほぼ同系の車体が採用されることとなった。また、 この車体心臓が実施された車両についてはそれまでの車歴が受け継がれず、1950年4月に新造されたという扱いになった。それぞれの更新を受けた車両は以下の通りである。内装の改造のみが行われた重量は以降も北九州線で使用され、以降も扉の二枚折り土下や内装の近代化、方向膜の改装などの近代化工事が実施されたが、 ダイヤゴーリー化によって、余剰となった結果、全車とも1972年6月22日に、廃車となった。福岡市内線で稼働中の74号、川端付近昭和42年一方、車体更新が実施された重量についても1953年以降、連接車である線形の大量導入が行われた、ことで余剰となり、木製ボギー車の置き換えが必要となった福岡。 市内線へ向けて、79を除き1964年から1967年に、かけて3度にわたって転出された。その際に、歯車比が純然たる市内電車である、福岡市内線に合わせたものに改められたほか、1968年以降は、ワンマン運転への対応工事も行われ、全面中央倉庫への通風口の設置、 車体右側の方向膜やスピーカーの搭載をはじめとする各種改造を受けた。福岡市内線の路線縮小に伴い75と79は1976年に廃車となった一方、同年度に残りの7両は歯車比を元の値へと戻した上で再度北九州線に転出し、ワンマン化改造が行われなかったボギー車を置き換えた。また、先に、 同様の交換が行われていた66を除いた車両については、転出に合わせて台車をウィングバネ式の K10 型に交換した。1980年以降は600型に準じた更新工事として、外反の張り替えや窓上部の枠のエッジゴム化、車内の改装、運転台の機器配置の整理などの改造を受けた。その後、1985年に実施された、 北九州線の第一次路線廃止に伴い66から68の3両は同年に廃車され残った7両についても第二次路線廃止が実施された1992年10月をもって廃車となり66型は形式消滅した。ありがとうございます。